口に入れるとジュワー油ジュワー。 Hello 大家好，欢迎收看本期一游日本，我是你们的老朋友小宁。去大分县出差，顺便和一个日本朋友吃个饭，跟着我的镜头 Go Go Go。结束工作，来到了大分车站，一家风格非常怀念的居酒屋。これあん肝？肝ですね。これがね、わさびごまと醤油と、すごいよ。何がすごいんですか？食感、うん、レモンかな。おいしそうです。おプロやね。醤油をつけてわさびを、わさびをつけますね。どうですか、いかがですか。あ、甘い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 だけ。美味しい。美味しい。椎茸豆腐。椎茸豆腐。どうぞ。上は椎茸、下は豆腐。わかんない。どこが椎茸かよくわかんない。あ、初めての味や。初めて。あ、初めての食べ方は初めてですね。これは、味噌の味。下は揚げ豆腐かな。あ、じゃあ味噌なんじゃないそれ。でも椎茸もありますね。え、椎茸はどこ？本当に椎茸なの？これ？これは椎茸。おお。熱い。熱い。イエーイ。おいしい、おいしい。飲んで。ウーロン茶。みたいね、レトロなインテリアの店なんだね。博物館みたいな。火口は絶対無理ですよ。めっちゃ熱い。一番熱かな。危険ですよ。100度ぐらいありますね。鳥、これ大分県の鳥ですか。多分有名。多分宮崎も有名。大分も有名なんじゃん、近いし。ポン酢とからし。Oh, my God.
んな味ですか。鶏がすごいさっぱりしてますね。さっぱり、あんまり鶏の味しないですね、うん、臭さがないな、はい、鶏の臭さが全然ない。そうですね、臭さはない。魚みたい。大分のブランド豊後牛、豊後牛あ、こうやって入れるのかな。あ、そうですね、それは正しい食べ方。レモンは大丈夫ですか。あ、カゴエがカゴエ。あ、美味しい。もうない。早いね。はい。柔らかい。柔らかい。すごい油。油。ジュワー。口に入れるとジュワー。油ジュワー。おお。スープがすごいですね、この油とスープ、ジューシーなスープ、口に入れるとジュワージュワー。鶏肉です。生の鶏肉。お寿司。首かしげた。微妙。初めての味。入れた瞬間は冷たい。ああ。レーダーが冷たいですね。もう、鶏の味は全然ないですか。鶏臭いとか全然ない。でしょ、魚みたいですね。鶏肉けど魚みたいです。なんと生の鶏ですから。おお、これ麺ですね。麺。そうそう、ほうとう。ほうとう。中国語？枸杞。お腹いっぱい。いっぱいですね。もう動けない。大家喜欢这样的生活日常吗？觉得不错，点个赞吧。